3とか4等セットで12、3万したやつ。高いね。えぇ、草薙？何それ。えぇ、草薙見ると草薙。はい、どうもこんにちは、三森です。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがガラワルさんです。ハチマル。ハチマルさんか。ガラ悪くないし、ハチマル最近ガラ悪いっすよ。ガラいいハチマル。ガラいいハチマルってなんですか、うん、そんななんかペルシャ絨毯みたいなことある。違う、そのガラじゃない。え、本当にハチマルさんですか。どう見たってそうでしょ。いや、お前のがガラ悪じゃん。オッケー、これで、これでいいの。ハチマルさんね。うん、俺はハチマル。すいません、お願いします、うん、お願いします。はい、ということで、はい、早速やっていきたいんですけど、今回は、割り出しをしていこうと思います、うん、ただ割り出しって言っても成虫が羽化してると思うんで、はい、その成虫の割り出しをしようかなと思います。何ですか、はい、すごいちょっと変わったやつで、うん、じゃあ出していきましょうか。はい、はい、それがこちらです。はい、ポン。ちっちゃ。これあ、まあ結構いるんですけど、はい、これでもう成虫になるやつです。成虫これ。はい、オノレクワガタ。オノレクワガタ懐かしの。あ、聞いたことある。ずいぶん前にヤフオクで当時結構高騰してたのもあって、はい、オスメスメスかな、オスメスメスか、オスメスメスメス、まあ3頭か4頭セットで12、3万したやつ。高いね。今は多少落ち着いてきてますけど、はい、それでもまあ成虫1オス2メスでまあ5万ぐらいはするのかな。下がったと言ってもだね、はい、まあ結構変動が激しい生態でもあるんで、はい、ですけど、まあそれの時のラベルがこれで、まあ F2 で今回 F3 ですね、うん、はい、になりますんで、はい、で、これがね、ちょっと特徴的で眉玉を作って、その中で羽化するので、うん、もしかしたら成虫じゃないやつもいるかもしれないんですけど、眉玉の状態で、そっか、はい、これがさなぎの可能性も、はい、ただ、何頭か自力羽化して、うん、その土の上に上がってきたんで、はい、羽化してるかなっていうことで今回やってみます。わかりました。はい、楽しみだな。やっていきましょうか。だからもしかしたら星になってるやつもいるかもしれないですけど、あー、そこだけはまあしょうがないよね。一匹ずつやっていきます。はい、参りましょうか。ドキドキですね。初めてなんで僕も。ちょっと眉玉は最初の気になるしね。そうですね、ちょっと。はい、おお。ついにここでも魔法使っちゃうから、はい、習い事と魔法はたくさんやった方がいいって言われました。いや、習い事もあんまやりすぎる。一個一個が細かくなっちゃうかな。眉玉本当にちっちゃいんでね。待って、オノレクワガタってそんなちっちゃかったか。めちゃくちゃちっちゃい。あ、ここだ。おお。ただ土が固まったように見えますけど、これをね優しくこう削っていくと、ここにいるんですよ。うわ、緊張するな。緊張してきましたね。どう、わかんない、ちっちゃすぎて。ちょっと開けますね。はい、いきます。あ、おお、浮かしてる。浮かしてる。はい、わかんない、なんかカメラじゃ捉えられないちっちゃさ。はい、いや、ちっちゃ。なにこいつ。メス。いや、ちっちゃ。やば、クソかわいい。あ、どこ行った。クソ消えたら、どこ。いや、クソ使わない、いっぱい。最近便秘だったんですか。いや、違うよ、めっちゃ出ますけど。ごめん。いやいや、便秘だった人の反応じゃないですか。はい、1個これです。浮かしてましたね。浮かしてる。うわ、かわいい。一旦ね、1匹目、メスです。ちっちゃ。ちゃ、これね、よく見たら青いんすよ、背中が。昔の、まあ、産卵セット組む動画概要に載せときますけど、青いんだ。それサムネイル、オスの青いやつなんで。ちなみにこれ青と赤両方出るらしいです。赤もあんの。はい、すごいんですよ。だからで、僕が見たことあったのが赤だったんですよ、数年前。で、まあそんなに気にはなったけど、ちょっと予算的にもまあ別のやつにしようかなっていう、その、はい、飼育するのっていうので、その時は断念したんですけど、最近そのヤフオク眺めてたら青色のオノレクワガタになってて、で、赤と青が出るっていう事実、その時に知って。ここで知ったんだ。はい、で、青色だったんで、うん、絶対買おうっていうので12、3万ぐらいで落札したっていう経緯で、ようやく。なるほど、はい、色関係なくいいけどね。まあ結局ね、このサイズもね、
でこれ自体が成虫が10月2018年の10月なんで、うん、幼虫期間は8ヶ月ぐらいなんですかね。結構あるのかな成熟期間もしかしたら。だから繭玉から割り出してるんで、土の上に出てきてるやつはある程度したら成熟してると思うんで、うん、そろそろブリードできるとか餌あげてできると思うんですけど、はいはいはい、今回割り出しのやつなんで期間は空けると思います、うん、産卵セット組むまでは。でこれさやっていきましょうか。はい、お願いします。羽化してるっぽいですね。ねまだ分かんないけどね、はい、統計取るには。でここにもうバンバン入れていくことにします。一旦分かりました。あ、これちょっと星になってるかな。そうですね、いないですね。よく見てもそっか、幼虫の方がでかいんですよ、成虫より。それまたおかしい話だよね。すごいですよね、なんかフリーザみたいな、うん、ね、凝縮された感じで、うん、ちょっと星になってるやつもいくつかいるかもしれないですけど、あ、これは大丈夫ですね。これですね、うん、ちょっとこれ、繭玉あったんですけど、はい、一回繭玉全部出してみましょうか。わかりました。だからちょっと繭玉で一旦集めてみます。一旦ね、一匹だけ掘り出しましたけど、はい、ここからちょっと繭玉探しに行きますんで。あー、繭いたー。ちょっと待って、生きてはいるんですけど、ちょっとサイズちっちゃすぎて。え、これ赤すぎないか。これ羽化したてですね、多分割っちゃいました今、ワン繭玉。うわー、はい、ちっちゃすぎて手で掴むのが大変な時は、はい、皆さんよろしいでしょうか。久しぶりにやらせていただきます、はい、せーの、じゃん、オレンジ色のピーマンみたいなやつじゃない方のやつ。人参でしょ。うん、ちょピーマンみたいじゃない方って何それ。緑とオレンジなんで、うん、ピーマンだと思ってないし、あっちもそもそも。え、玉ねぎですか。違うオレンジ色のやつ。そう、久しぶりの柔らかピンセットですね。はい、これですよね、はい、これでつまめば卵とか幼虫をつまむやつなんですけど、ちっちゃいやつとかこれでつまんだら楽なんで。でこれ羽化したてなんで、ちょっと一旦こっちに入れていきますね。はい、成虫。あ、ひっくり。でこういう柔らかピンセット Amazon とかでも売ってたり、昆虫ショップにも全然売ってるんですよ、ビートロンさんとか、はいはい、ああこちらの、はい、まあ、ビートロンさんでも買えるんですけど、はい、まあ、ビートロンまで行けない方、はい、結構、はいはいはい、地方の方とか、うん、まあ、まあどこにどっかしらには売ってる可能性あるんですけど、はい、通販でも売ってて、はい、アマゾンとかでも売ってるんで、あー本当、 そこで調べてもらってもいいですし、はい、まあ概要欄に僕載しとくんで URL、はい、いろんなやつぜひ、まあその僕が使ってる備品、はい、いろいろあるんですよ。 ね、そうだから結構質問くるんですよ、うん、そのこのケース何ですかとか、うんうんうん、そういう、まあ、この泊まり着何ですかとかくるんで、うん、ちょっとまとめて URLAmazon で買えるやつは貼っといたんで、はい、そちらの方も、まあ、気になった方は概要欄見てください。はい、はい、でこれ、おー、そう、柔らかピンセット、これめちゃくちゃいいよね、使いやすそうで、ビートロンでも結構好評らしいですよ。あー、そう、まあいいもんな、ずっと使ってますもん。ただなくしやすいからね。緑くんですよ、よくなくすよね、はい、緑が本当になくなる緑は絶対僕は自我持ってると思ってるんですけどオレンジの方は、オレンジはなんかなくなんないでしょ。なくなんないんだ。これ繭玉、これ繭でも羽化してそうですね、さっきの今のところ。はい、バンバンやっていきますよ。数も結構あるからな。はいキング数、いや、その数じゃない、あの数字の方。あ、これ星になってる。あ、星か。星になってると思って繭玉壊してて、さっきみたいに成虫がいる可能性もあるから、ちょっと動画撮り終わったらちょっと確認します。はい、あ、ありますね、ちゃんと繭玉の形跡が。すごい、そんなすぐ分かるもん。ここ、その土の感じが違うじゃないですか、ちょっと泥状というか、なんて言うんだろう、粘土状というか。あ、ここ本当だ、ちょっとごめんなさい、削っちゃって、はいはいはい、テカリがなくなったんですけど、光沢が出てるんですよ。そういうサナギとかもそうですけど、洋室ってやっぱ固めてるんで、幼虫が。それがそっか、もう表面上に出てるんだね、はい、それが。そう、ちょっとそこの方に作っちゃったって感じですね。繭玉系のやつは本当、普通のクワガタたちは結構その側面に作ってサナギが見えたりするんですよ、うん、ちょっとだけとか。繭玉系のやつはやっぱ本当にちゃんと繭で作りますね。見えないように。いるかな、いっぱい。あ、
なんかね、あ、これは違うわ、これはだからこれ、今の空洞が引きずり込んだ土ですね、うん、あそのこうやって繭を作るために引きずり込んだ、使っちゃった、うん、はい、やっぱ結構使うんで押し固めてるわけですから、うん、これあのサイズで頑張って作ってるってやばいな、すごいですよね、やっぱもうちょっと感動も、生き物ってマジですごいんですよ、うん、そういうところ、自然界で起きてるんですよ今でも、だから僕らがこうやって、うん、ね、居心地のいい掛け合いしてるうちにも、居心地いいかどうかは自分で言うもんじゃない、え、誰が言うんですか、いやその他者だよ、コメント欄とかで、え、ソフトバンクとかってこと、うん、au とか違う、そう、他社じゃない、僕らが小さい頃革命が起きたチョコレートですか、あの他社、あ、それ、うん、え、それは指揮者、いや、いや、全然だから今のは別に やられたくはないしシャーだけ取ってもこれでよかったです、よくないし、俺の台本にもない、うちは台本がない、テラスハウスだから、いやいやいや、ちょっとあ、いないな、やっぱ逆にね、うん、まあこういうちっちゃいやつ、まあ、マット交換したら星になるイメージありますね、繊細なんだ、繊細です、よし、いきます、あ、あるある、よかった、これ分かりやすいですね、ほんとここで穴があるとね、はい、ここが穴あって使った分ってことね、はい、で、ここが固まってきてる、ほんとだ、開けてみる、ここにいます、うん、なんかテンポもいいね、テンポもいいです、使ってる土も少ないから、はい、型で可愛いし、あ、ちょっと怪しいぞ、大丈夫か、あったあった、ありました、まあそこにやってるとは限らないですからね、マルガリータとかも眉作るんですけど、うんうんうん、よりもちょっとやっぱちっちゃい分分かりづらいですね、え、何それごめんなさい、これは眉玉が出てきて、うん、ちょっとまだ幼虫かなと思ったんで、うん、ここに置いてたやつです、あー、すごっ、これもやっぱ乾燥しすぎちゃうとカラッカラになって良くないんだ、良くないかなと思って水苔を入れてました、おー、あ、すごい露骨、これはもう分かる、こっちに移し替えますわ、意外と元気そうで、元気か分かんないけどまだ中身はね、はい、でも結構その嫌な話ですけど、うん、もうちょっと星になってるかなとも思ってたから、もうだって半分以上なくなっちゃった、はい、結構すごいテンポはすごくいい、見つけるのうまいな、おのれ、どっち俺のことそれとも今違う、おのれクワガタ名前が悪い今の、橋本さんすぐ人のせいにする才能めっちゃありますよ、違う、才能じゃないです、それまあおのれクワガタの方だな、ちなみに、あ、俺じゃないんだ、そうそう、確かに今行くって意味もあったけど、確かに俺の方おのれっていうことないからあ、わ、幼虫だ、やべー、ミスったかもな、これはどうなんの、ちょっと心配だな、眉玉作ってた途中かもしれないですね、手伝ってあげることはできないの、そう、むずいんですよ、こういう場合、こういう場合って皆さんどうしてるのか教えてほしいですね、どうやったらいいのかな、土かぶせてるとかな、でもしょうがないです、これはこうなった時対処法、結構ね、はい、教えてほしいです、結構これでなんか嫌なイメージあるんで僕、うん、こう、そうなんだ、眉玉開けちゃった場合、まだその全容とかになってたらいいんですけど、うん、作ってる途中だった場合が結構ね、負荷率悪くなるイメージなんですよ、うん、悲しいな、そう、見極め難しいね、むずいですね、こういうなんか、だからそういうのちょっとやってる方とかいたら教えてほしいですね、で、ここね、ちょっとマット交換しちゃったんでちょっと心配なんですよ、正直、え、そうなの、はい、マット交換した、あ、でも大丈夫っぽい、おお、すごい、よかった、あ、うわ、ダメだ、幼虫だ、幼虫か、どうすんのかな、土を、でもあの脆さってことはさ、まだちゃんと眉が生きてなかったってことでしょ、はい、ってことなんですけど、これから作ること考えたら作ってくれるかな、ちょっと一応ここ保留にしときます、この一回マット交換したやつは、はい、マットはちょっと上から足すだけでいいかもしれないですね、うん、お、これはもう完璧に、よかった、先頭浮かしててる、こっち向けて、親によく噛めと言われてますので、あ、噛んでた今、え、気づいてなかったの、気づいてない、早かったか、言わなきゃよかった、全然言わなきゃよかったよ、ほんとに、ちょっと、なんでこれサインしてんのいやいや恥ずかしいこいつ、違う違う、自分で違う違うサインの練習してる、いや違う、恥ずかしい、これにじゃない、忘れたんすか、え、何これ、爬虫類のアウェイク、あ、東京アウェイク、はい、はい、で、僕が行けなくて、うん、まあ、目玉商品じゃないけども、うんうんうん、虹色とか、うん、そこら辺の幼虫、パッキンとか、はいはいはい、を多分
安いやつを売ったんですよ、うん、でちょっと高学習なやつっていうので、うんうんうん、オノレクワガタとかドンキエールとかを出したんですけど、はい、そこにサインを書いて出したんですよ、はい、が売れ残りました。なるほど、はい、そういうことか、はい、別にここで練習してたとかじゃなくて違います、もう固まりきってるんで小6から小6からこれなんで僕いいよ、はい、そうそういうわけなんであんまりいじんないでください。東京アウェイクは3月29日にやります。もう急に告知ぜひそちらの方もね、三森くんも来ますし、はい、直にこういうものを売りつけてるから。売りつけるって言い方やめてくださいサインも、そうそうそう、あサインは売りつけます。売りつけるというか書きまくりんで自分から言ってくるからな、はい、全然写真も撮りましょう、はい、皆さん神保町の方でございますので、はい、待ってます。はい、ぜひ来てください、お願いします。で、これ前玉割れちゃいました。あこれも浮かした手でしたね。メスいいな。こいつらはメスかオスか分かるのか。はい、顎で。で、これラストですね。次がラスト。あ、大丈夫だ、ありました。はいはい、こちらすごい量だな。見ていこうよ、はい、うわっすげすげすげ、すごい。これが全部おのれまゆ丼丼ってご飯入ってないしいいんじゃないですか。これ割っていきましょうか、うん、これワクワクするね、はい、じゃあちょっとここ一回きれいにします。はい、それまでしばらく。溶き卵、はい、よくやってるやつ。でやめろ、溶き飛ぶって意味です。これはかけてかけるな。はい、ないぞ。そうこうしてるうちに、そうこうしてるうちに飛びました。すごいね、はい、こんだけ数あると。これちょっと割っていきましょうか、はい、ドキドキですね、ちょっとね。一応確認しつつ、ちょっと分かんないんだけどな。そっか、その中で音で分かる。そう、だけど分かんないですね。音が鳴らないんで、もしかしたら成虫の可能性もあるけど、幼虫の可能性も全然あるんですよ。サナギの可能性も。サナギはコロコロ鳴ると思うんですけど。あ、まあ割っていきましょうか。はい、いきます。はい。あ、欲しいなってた。そのパターンもあるの？あります。うわあ。それ困難が。ここまでして力尽きてしまったってこと？途中で。とか、まあ浮か不全みたいな、その脱皮不全ですね。ああ。そう、そういうのもあるんで、いきます。はい。どうですか？頼む。ああ、いた！よかった！はい。うわー、出てきた、オノレクワガタメス。ちっこ、おー、すごいね、メスが多い。メスが多いですね。これ大丈夫そうです。はい、おお、浮かしたてですね。皮みたいのもある、ちゃんとちゃんとね、幼虫の、幼虫サナギのメスですね。まあ、浮かしたてですね、やっぱ赤いな。赤いですね。いいね、順調順調、まあまあオスみたいけどね。あ、いいね、いきます。はい、頼む。あー、サナギだー。あー、ちっちゃね。なにこれ。サナギ、なにそれ。サナギ見るとサナギ。いやいやいや、もうでっかいテロップ見えたんですけど。いやいや、そういうとやらないこと、やらないといけなくなっちゃうから。はい、なんかもう蜂みたいですね。ほんとだ、蜂のサナギみたい。ちょっとこれ後で人工養室に移し替えます。ちっちゃい人工養室に。可愛いのは作れるんじゃない。お、CM みたいな。え、可愛いは作れるみたいに。あ、いやいや、あったけど違う、それじゃない、オリジナル。いきます。あ、これ大丈夫です。はい。あー、くそ、幼虫だ。いやごめんね。いや、でもそっか、いい開け方良かったね、今。確かに、こうやってコーティングすれば。ままちょっとまた土後で入れます。わからないもんだね。わかんないもんですね、本当に。基本やっぱこいつはもう勝手に出てきてっていう方がいいのが理想ですけど、うん、その意外とそのまま欲しいなってたりとかしちゃうんで、うん、その自分で脱出できないパターンもなくはないから。あ、これちょっとサナギっぽいんで保留にします。はい、あ、すごい、その辺の見極めが。これ多分大丈夫だとは、はい、幼虫と成虫はコロコロそんなしないんですよ、うん、だから分かんないけど、いきます。はい、おーす、オスの立派。しかも、いやー、かっこいい、かっこいい、おっきいですね。うわ、最初のオスに比べて、まあ、ちょっと浮かしたてなんで色が赤いですけど、多分青くなってくると思う。立派。
これ分かります？これが、これオスなんですけど、うん、全然違う、全然違う、ちょっとそっちに置きましょうか。ほら、全然違う、でかいですね、うん、こう見たらでかいですよね、うん、これも羽化してそうですね、いきます、うん、はい、お、出た、はい、あ、メスだ、女の子多いですね、うわー、ちっこ、橋本さん、両極端ですよね、女の子って言ったり、女って言ったり、うん、あの人格2つある、あ、じゃあ相手見て選んでる、それは年見てとか、女の子ちっちゃいじゃん、女の子、なるほど、でっかいヘラクレスの幼虫は女って言うんですか、あれは、お姉さん、え、むず、そうそうそう、女っていうのはちょっとやっぱ、はい、なんだろう、もう無理だなっていう、いやちょ、僕、自分の次元と違うやつそうそうそう、ゴキブリだったりするあ、なるほど、なんかさっき女って言ってたな、虹色のメス女って言ってた、あれはちょっとゴキブリと一緒にしないと、あんな髪の毛染めるやつダメだからなるほど、そうそうそう、まだ大人になりたてで、うん、いいけどな、大人だし、これ大丈夫かな、これ行ってみます、はい、でもさなぎか成虫だと思う、いや、さっきそれ違うって言ったじゃん、お、来た、おーおー、こ、かわいい、はい、いいですね、メス多いね、ほんとだ、まあ、己意外とね、うん、成虫は強いんで、このサイズに見え似合わず、オス1に3メスぐらいはかけれると思う、あ、いきます、はい、はい、おわー、ダメだった、ダメなんかそれ、あ、大丈夫だ、生きてはいたけど、浮かせんですね、多分、あ、難しいもんだな、ちょっと相当な浮かせんです、生きてはいるけど、あ、これオスなんですけど、はい、足が、わかります？足がもう普通の足と違う感じで、うわぁ、ほんとだ、かわいそう、オスですけど、顎ももう、うわ、溶けちゃってたりね、頑張って浮かしてきてくれてはいるんですけど、これもう、自分で立っとくことができないから、うわ、結構じゃあもう、繁殖は絶対無理ですよね、はい、無理ですね、命的にもそんなに長くないと思う、うわ、綺麗だけどな、洋室は、ね、なんか黒と赤のね、はい、コントラストめっちゃいい、綺麗ですね、なんか羽化したてってのもあるけども、幼虫か成虫、わいい成虫、おー、かわー、メス、お、マジで、おお、ちっちゃいからね、大変なんで、これ掴むのも、そう、ほんと柔らかピンチで取らないと、ほんとですね、ギュッてやったら潰れそうだし、あ、いたいた、何する、メスほんと多い、オス2ですさ、今まだ割合がそういうもんなの、そもそも、いや、結構割合がメスにいってますね、ここオスオスで、ここオスだったらいいですけど、いきます、オス、羽化したてですね、羽化したてオス、すごい、これなんか、しかも一番今まで明るいんじゃない、色、そうだ、羽化したてなんで、ちょっと羽化したてで危ないんで、ちょっと別に待機させます、羽化したてすぎるんで、さすがに、そっか、ここから暗い色になっていくんだね、そうですね、で、色味が青っぽくなってくると思います、いきます、ラストですね、ラスト、よいしょ、あいつ、いきました、あいつ、はい、メスですね、メスだ、メス、すごい、商業高校の割合、ああ、前も言ってたな、はい、はい、ということで、結果的に、うわー、すごいすごいすごい、うわ、オスが1、2、3と、まあちょっと相当な B 品になっちゃうんですけど、はい、まあ命的にはもう短いかなっていうオスが1、はい、で、メスが1、2、3、8、9、10ですね、うわー、だから4オス10メスですね、はい、で、サナギが2、2で、これが、まあ、もうメスのサナギが1、メスのサナギが1と、まあ、ちょっと全容の幼虫、全容前の、ちょっとこれね、はい、心配ですけど、こっからはいが1、うん、と、まあ、そっか、幼虫が、まだ幼虫だと思われるものが、幼虫というか、待機組が5、はい、っていう形の結果になりました、おお、で、この子たちは、まあ、一旦1頭ずつ管理して、あ、そうなんだ、にしようかなと思います、はい、まあ1頭ずつか、まあこのサイズに2、3頭メスとか入れて管理しとこうと思います、はい、ちっちゃいんでね、これもうオス1匹に対してメス3匹ぐらいもう同居させて、うん、もう自然にペアリングするのを祈る
感じになるとは思うんですけど、はい、まあでも結構撮れてよかったです。ほんとよかった、はい、眉玉作る種類、うん、ツヤクワもそうなんですけど、はい、ツヤクワだったり寝太系もそうなのかな、ちょっと曖昧ですけど、はい、だったり、ま、ひなかぶと系、マルガリータひなかぶととかもそうなんで、うん、そういうの結構眉玉を割るっていうのがなんて言うんだろう、ちょっとガチャポン感覚というか、あ、ありますね、そういう楽しさも出てくるんで、はいはいはい、ぜひ眉作る系の、まあ、特に己とかも可愛いし、うん、スペースもあんまり取らないから、はい、すごいおすすめで、ただね、うん、いかんせんちょっと値段が絶対1万以上はすると思うんで、ね、分かるけどな気持ち、はい、まあ、魅力的な、これがね、うん、また数が増えたら元、まあ、元通りというか、はい、元が3万ぐらいで売られてたんで、うん、ぐらいの値段になったりもっと安くなる可能性もありますんで、まあ気に留めてもらえればと思います、はい、うん、はい、そんな感じでどうでした橋本さん。いや、めちゃくちゃ可愛くて、うん、はいはい、ほんと久しぶりになんか楽しかった。ああ、久しぶりなんだ。あ、違う、今日5本撮った。あ、違う、そう、でも楽しいっていうかその、はい、撮影だっていう感覚を忘れさせられるぐらい嬉しい。そう、 YouTube ならではですからね、そういうのがなくなるのは、うん、そうそうそう、あ、それは良かったですけど、ほんと楽しかった、はい、まあそういう動画、はい、まあ、もう絶対ね、八村さんが楽しいってことはみんなも楽しいはずですから。あ、ワクワク、ほんとしますね、はい、いやでも僕もすごい初めてのブリードの己、うん、はい、こんだけ元気に浮かしてくれたんで、うん、僕も楽しかったです。はい、はい、よかったです。また引き続き、うん、この後セブンイレブン行って飯食いましょう。まあ、この温度ね、はい、いやいや、ずる、ローソンでいい、あ、ファミマにしようよ、遠いっすよ。いや、あっちよ、帰るじゃん。じゃあそんな帰るんだって、俺やめてよ、俺はあそこが家だから。いや、おかしい。いや、まあまあまあ、そんな感じで、はい、はい、どんな感じかちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、オノレクワガタすごい可愛らしいなとか、はい、飼ってみたいなだったり、この動画良かったなと思った方、高評価、チャンネル登録本当にお待ちしております。そんな感じで今回の動画は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。